天神山駅は大分県由布市庄内町西町方にある九州旅客鉄道久台本線の駅である短式ホーム一面一線を有する地上駅駅入口からホームへの行き来は線路を横切って渡る構内通路となっているため列車が構内に入ってくるとホーム側に設置している警告機が作動し注意を促すようになっている無人駅である駅舎はなく ホーム上に待合所のみがある。切符はホーム上の待合所に設置されている自動券売機で購入する。またトイレは駅前に公衆トイレが設置されている。待合所の側には小さな滝があり、ホーム上から見ることができる。1965年度には乗車人員が195,149人、降車人員が万二百十六人で、 手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は4304万人、降車人員は38,950万人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。ありがとうございます。